蒙古国が対馬に襲来した。血も涙もなく、ただひたすらに暴虐だ。我が方は80、無勢なれど対馬の民を守らねばならない。今日俺はこの命を捨てる。船が海を覆っている。死を恐れるな、飲み込まれるぞ。習わし武勇誉れ、それが我らが道だ。我らこそ対馬の勇士、我らこそモロノフだ。では足立殿、奴らの息をくじいてまいれ。よよく聞け、腕に覚えの者あらば入れよ。なだ、チム2だ。我こそは足立春信、かの足立義信が五代の末裔なり。叫ぶよ。さあかかれ、ただし島を守れ。かかれ。信せねばなるまいぞ。トゲジオ、志村殿。おのおの敵将を逃してなるものか。者ども続け。猛虎どもの新手だ、切り捨て。
もはや我らのみ。残された道は一つ、敵将を見つけ出し討ち取るのみ。最後までお供いたします。よく申した。来たぞ、あれが敵将。確保できています。ここで決着をつけるぞ。我が名はコトン、フビライのいとこ、チンギスの孫だ。聞け、お前は戦士だ。そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも全て打ち勝ってきたのだろう。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ、この国の言葉、しきたり、信仰、どの村を飼いならし焼き払うかをな。今一度己に問う、侍よ、我に下るか。誰かが俺をかくまってくれた。その者が太刀も、
誰が歯を研いでおった。武士か。俺の鎧壊れておる。だがあるだけありがたい。やめろ。走れそう。ああ、おそらくは。立ちは？ここにはない。私に任せて。ほら、隠れろ。ああ、殺さないで。死ぬほどめねえ。お目を出せ。少しならあるから持って行って。何者だ。言うなってんだ。太刀が欲しいならついといて。どれほど寝ていた。数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。ユナオス、後にして。くっそ、かがんで。どうする。こっち助けようなんて思わないで。民の命が。志村殿は戦場におられたか。地頭の？知らないね。ユナ、待て。志村殿は俺の叔父だ。あんたが酒井陣か。地頭の甥の。して叔父上は生きておいでか。おそらくね。猛虎に捕らわれてるけど。場所はわかるか。東の海岸沿い。金田の木であろう。叔父上を捕らえたことで守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下踏みを送り、ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた。死なれちゃ困るからさ。手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。
るところがない。このまま出たらあいつらに見つかっちまう。一か八かだ。待って、荷車が。今だ。戦場を漁るとは野党だな。その時いるものをもらうだけ。俺の太刀もか。太刀は食べ物と薬に変えた。なんだと。怒るな。買い手を捕らえて取り戻してやるわ。空手じゃ心もとない。使えそうなものもらっときな。盗めというのか。持ち主はとっくに死んでる。我が名は坂井陣。地頭である志村殿の甥。臆病ではない。お前にかなう者はいないな。だがまだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか。これは坂井家の宝刀。戦を鎮め命を救ったたちだ。殴られたのか。いえ。身を守る術を教えてやろう。心得ています。刃を操るには何よりもまずその心を鎮めねばならんぞ。できます、おじゆえ。そうか。稽古の成果を見せてみろ。わしを撃ってみよう。はい、おじゆえ。撃ってこい。よろしい。さように戦えればあざをつけられることもなかったな。不意をつかれたんです。ではそのあざをつけた者が戻ってきたら、汚い手もためらわぬ相手からいかにして身を守る。そやつの目に砂を浴びせ鼻を折ります。それからめった打ちにしてやりましょう。それは誇りのない安き勝利だ。武士たるもの敵が卑劣であろうと自らは堕落することなく己の義を貫け。忘れてはならぬぞ。はい、おじ上。ではわしの防御を崩せ。坂井陣が勇ある武士だと示してみよう。攻撃で防御を崩し素早く打ち込め。攻撃で敵をひるませ側撃で仕留めろ。攻撃で敵をひるませ側撃で仕留めろ。
やめよ。降参だ。加減しましたね。しておらん。太刀であったらわしは死んでおった。嘘です。お前に嘘をつくものか。よし、次はわしの攻めを防いでみよう。手心を期するでないぞ。よく防いだな。良い構えだ。疲れた。休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。腹を据え痛みに耐えてみせよ。気力を振り絞れ。よし、では受け流しを教えよう。わしの動きをしかと見ていろ。打ち込まれたらすかさず防げ。覚えが早いぞ。撃たれる寸前に受け流すのだ。はっ、上達しておるな。良い構えだ。休まれますか。お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。それでは槍が相手の稽古を始めよう。わしの槍をかわし、すかさず切り返してみよう。よし、その息だ。よいか、かわしたらすぐさま攻めろ。うまく避けたな。わずかな反撃の気を待ち、生かせ。良い動きだ。敵に息つく暇を与えるでない。どうだ、いかなる武具もいかなる兵も打ち破る手はある。ご指導痛み入ります。終わってはおらぬぞ。さて陣よ、わしと刀比べをする気はあるか。あざができますよ。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に五本打った方が有限を決めるとする。ではタコにしましょう。お見事です。うまいぞ陣。腕を上げたな。私の前にあと一つだけ問う。代々当家の武士は規律を守ってきた。何を重んじてきたかわかるか。主への忠義、己を律すること。あと申してみよう。誉れ、勇猛に戦い堺の家を守ることです。それは父の言葉であろう。お前にとっての誉れとは。それは民を守ること。己を守れぬ者らを。お前は優しいな。だがまずは主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。たやすく思えますか。行うは形だ。わしも日々苦心しておる。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。I've not there, samurai.馬屋にいるかも。来て。
兵だ。我が物顔で走ってる。馬屋はどこだ。燃えてる家の裏でさ。おいで。近づけそうだ。後ろから喉をかっ切れば静かに殺せる。誇りはないのか。道理に背くつもりはないぞ。来い鬼畜ども。なさザーテキアラチュないだろうね。もう隠れんたちも取り返した。ちょっと万兵だ。一人も逃がすでない。ありがとうございます。お侍は皆死んだと聞きましたが。どこかにかくまってもらえ。小金寺に行こうと思います。よし、街道は避けよう。必ず息子を守るのだぞ。あんた無茶ばかりするね。あやつは戦えぬからな。それにこれ以上見殺しにはできぬ。あんたなら大勢を救える。弟が猛虎にさらわれた。だから俺を助けたのか。私にはあの子しかいない。叔父上がお待ちなのだ。頼む、高さへ戻ればそれでいいんだ。叔父上をお救いした後でいいのならば探してみよう。一緒に行くよ。馬屋はすぐそこだよ。ヘルフェシュウェイジ。馬屋へ急ごう。こやつらは軍馬。浜に連れて行かなかった馬だ。命拾いしたね。運がいい。どの馬に乗りたい。どうどう。似合ってる。名をつけねばな。神、世を守る闇。は城の中だね。壁は高くて越えられないね。騒ぎでも起こして忍び込んでみる。いや、大手門から入る。ハーンは足立殿を生きたまま焼き殺し、叔父上を恥ずかしめ、武士を皆殺しにした。この恥はすすがねばならぬ。正面から突っ込んだらお仲間と同じ目に遭うよ。猛虎もそう考えるだろう。だが、こたびは俺が。お主はここで待っておれ。志村殿を返してもらうぞ。ナプチンサラクラッウェイ。やったね。そう申したであろう。
と何？分からぬ。だが、これ以上は無理だ。お主は戻れ。一人で逃げ道を探しておけ。叔父上を助けたらすぐに引く。馬も用意しとく。頼む。俺が戻らねば森に逃げろ。聞いておるぞ、堺人。こやつに見せてやる。己が我に蹂躙されて情けをこう姿をな。人さあどうする、堺人。やめよ。下れ。
ともたやすく平和が戻ると叔父に見せてやれ。若様、そろそろです。ああ、今参る。島中の者がお父上を弔いに来ております。皆を返してくれ。何をおっしゃいますか。若様が堺の家督なのですよ。ああ。お一人ではありませんよ。お父上は風となり導いてくださり、お母上は鳥となり見守ってくださいます。おじ上は？ご本人が。お伝えくださいましょう。助かった、ユリ。酒井殿の息子とあらば、お前は我が子も同然だ。父君は何よりも民を守られた。まことのものの不要。全て私のせいです。ジン、それでも武士か。父上は私をかばって。息子を守るため戦で死んだのだ。無念はない。それがモノノフ。これからはお前が意志を継げ。あやつの魂はこの太刀に宿っておる。これを父と思え。わしの砦に来るがよい。迎え入れよ。今日は父に別れを告げろ。
けって。ユナ頼むから。ユナジェン、どうだった？志村殿を見つけお助けしようとしたが、あえなくハーンに。叔父上は嘆いておろう。あんたが無事でよかったよ。命を捨てても対馬を救うつもりが、今や猛虎に故郷を乗っ取られ、味方もいなくなった。自分より強い奴に負ける気持ち分かるよ。情けないよね。でも死んじまったら元も子もない。生き延びるためなら何だってやらなくちゃ。このまま再びハーンに挑んだとしても、返り討ちに会うのは必要。他の手立てを考えねばなるまい。そうして志村殿を救い、故郷を取り戻そう。だったら私が。騎兵だ。ハーンの番犬だ。大勢で来る。まずい、隠れなきゃ。あんたを探してるんだ。馬が逃げちまったじゃないか。主の元に戻るようしつけてやれ。すごいな。猛虎はあんたを探してる。お主は逃げろ。俺が猛虎兵を引きつける。タカを助けるまでそばを離れるつもりはないよ。ではまず加勢を得ねばな。腕が立つといえば石川先生や足立政子殿、このお二人を。タカだって腕はいい。あの子を助ければ島で一番の鍛冶屋が味方につくんだ。城に忍び込める道具だって作れるよ。では壁を登れるようなものは。タカの腕なら朝飯前さ。捕まった場所はケチのあたりだった。お主は先に行っておれ。後で向かおう。あの子は弱いから長くは持たない。ユナ、必ず弟は助ける。志村様も。お主は。
また来よう。
金寺海原深くくくりたれば、いやまし太く怖くありな。助かりました。ティッシュトラリッツ。
人、待ってたよ。一人で倒したのか。来るなら早く来て、危うく死ぬところだったよ。猛虎が捕虜を連れて川上に向かったらしい。鍛冶屋を見たって人もいる。弟か。もしかしたらね、金田の入江の近くに野営があるって聞いた。場所ならわかる。力を貸してくれる人は見つかった？いや、まだ探しておる。じきに誰か見つかるさ。あとでタカも手伝ってくれるよ。もうすぐあの子に会えるんだね。お主はいい姉だ。そんなことない。弟は何というかな。あんたにも兄弟はいるの？俺の身内は叔父上だけだ。助けた後はどうするの？休みたい。叔父上がいらっしゃれば島は救われるからな。そればっかりだね。勝てるはずのない戦を制してきたお方だぞ。お主は弟を助けた後どうする？実は考えてる暇はなかった。傷はどう？もう痛まない？ほぼ治った。お主の手当てのおかげだ。あんた、心の内を明かさない男だね。そう見えるかもな。武士ならば感情を御せと叔父上に言われた。幼い頃から受けてきた教えだ。なんだか息づく。それが物の札。この先に川を見渡せる場所がある。そこからなら野営がよく見えそうだ。あれが野営？入れそうにないな。数日でしつらえたものならばどこかに隙間がある。探すぞ。タカを助けなきゃ。敵に騒がれずに。何か手があるはずだ。あの岩は登れそうだ。足場が緩いと崩れる。気づかれるよ。奥の守りは固そうだ。正面の壁は出来上がっておらぬな。隙間があるかも。正面の壁に隙間がありゃ中に忍び込める。そして猛虎を全て切り伏せる。もし手違いがあれば捕虜が殺されるよ。何度も見てきたんだ。忍び込むしか手はないからね。まるで野党だ。不満でもあるのかい。この島はかつて賊がのさばっていた。しかし武士が乱を鎮め正義をもたらしたのだ。我らは誉れと共に生き、誉れのために身を捨てる。かつて我が父も平和のために命を捨てた。私だって同じだよ。だけど今はやらなくっちゃ。叔父上の教えに背くわけにはいかん。今は目をつぶって家族を助けたいんだ。あんただってそうじゃないの？近くに寄ってみよう。様子を探りたい。それじゃ暗くなるまで待とう。行くぞ。タカは苦労してるんだ。猛虎が来る前から守ってやったのだな。兄弟だからね。タカは盗みを嫌ったけど、飢えて死ぬよりはマシだろ。やるしかなかった。俺も武士になるほかなかった。だが教えに背くのはやはり。猛虎に殺されてた方が幸せだった。恨みを晴らしたいんだろ。何だってやらなきゃ。
通るぞ。気取られれば捕虜が殺される。じゃあ音を立てずに喉をかっ切るしかないね。お前はどう見る？足を怪我しています。矢が当たりましたね。手負いの熊は死に物狂いだ。ぬかるでないぞ。わかりました。後を追うぞ。この地に熊が出るなんて。そうだな。戦火の槍川から逃げてきたのだろう。無本物のせいです。罰として熊の餌にしてやりましょう。卑しきことを申すでない。ここで倒れましたね。虫の息です。ああ、すぐ近くにおるな。気を抜くなよ。分かってます。とどめは私に刺させてください。お前が感情を御せるのであれば、その時は考えてやろう。いました。寄るな。生きておるやもしれん。この焼き傷では死なぬはず。見てください、この傷の跡は矢ではありません。刺客槍川だな。卑怯者、地頭様の背を狙うと。酒井、怒りを抑えろ。人殺しになりたいか、こやつのように。我らは武士だ。ですがおじゅうよ、罪人はその命をもって償わせねば。目をそらすな。怒りや恐れで人を殺めてはならん。誉れを胸に切れ。敵を前にして背を向けてはならぬ。命を奪う時も相手を見据えろ。情けと覚悟を持て。それが侍の姿だ。虚に乗ずるは臆病の印。